それでは定刻になりましたので、ただいまから市長記者会見を始めさせていただきます。本日の会見の項目でございますけれども、新型コロナウイルス感染症への対策、水の祭典花火大会の開催にあたって、流域推進プロジェクトの取り組み、ジュニアアスリート支援についての4項目でございます。もしでご説明差し上げまして、最後にまとめて質疑を受けしたいと思います。それでは、ある市長、よろしくお願いします。はい、ジャーナリストの皆さん、こんにちは。今お話がありましたように、今日は4つお話をさせてください。新型コロナウイルス感染症、それから水の祭典花火大会、そして流域水のプロジェクトの経過並びに状況、そしてジュニアアスリートの4つをご説明させていただきたいと思います。まず新型コロナウイルス感染症の対策について説明をさせていただきます。7月に入ってから明らかな増加傾向になった感染者数は7月の第3週から急激に増加して7月27日現在に過去最多の906人を記録をしています。第7波による感染拡大は第6波と比べてもスピードが速くて7月だけで1万人を超えるという状況のかなりのハイペースになっております。重症者は2名と多くはありませんけれども、市内の病床使用率を見ますと、すでに 84.8% となっております。危機的な状況になっているのは間違いないことであります。また、検査や陽性患者の受け入れ対応で、医療現場が逼迫して、通常の医療の提供にも影響が出つつある状況であります。高齢者や基礎疾患のある方など必要な人が医療を受けられない状況となることが十分懸念をされる状況になります。ワクチン接種ですが7月31日現在です。追加接種対象人口に占める3回目の追加接種の接種率は 59.2% です。これは 65歳以上の高齢者で接種率が 89.4% です。これは接種は順調に進んでいると考えています。4回目の接種は7月から一般の対象者へ本格的に開始をしております。接種率はまだ 29.6% の低い状況になっていますが、予約はすでに 99.3% までなっております。このため8月も予防枠を拡大して対応しているところですが、接種対象者は医療従事者などへの拡大をしております。それから陽性者の内訳をワクチン接種歴との関係を見ていますが、3回目での接種が進んだ高齢者は依然として感染者の割合が低い状況にあると考えております。このようにワクチン接種には一定の発症予防の効果があるものだと考えていますが、厚労省によりますと、オミクロン株の流行化においても、4回目接種で重症化予防効果が得られるというふうに言われております。ワクチン接種は予防接種法の臨時接種で、9月30日までとなっております。8月1日から、8月の接種枠を約2750回分拡充しております。お盆の時期や夏休みに安心して家族で過ごしていただけるように、ぜひこの機会を利用していただきたいと思っております。また9月からは接種対象者が減るために体制を少し縮小して公共施設での実施を予定しております。早めの接種をお勧めしたいと思っています。接種率が低い若い世代ですけれども、気軽に接種していただけるように、夏休み期間中に予約がいらない接種を実施したいと考えています。この接種の場所ですが、久留米のゆめタウン、期間が8月20日から28日の1週間、時間が夕方4時から、夜の7時半まで、これは最大140人ぐらいが定員だと考えております。接種を希望される方はぜひご利用いただきたいと思っております。ここで市民の皆様へお願いがあります。
現在の流行は大変厳しい状況です。感染を広げないためにこれ以上基本的な感染対策を徹底してやっていただきたいと思います。夏場でエアコンを使用するために密室になりがちなのですから、意識的な換気を定期的にお願いをしたいと思っています。なお、自宅療養者が今8000人を超えておりますから、市の配食支援サービスも全ての方にお届けができないような状況になってきております。今は誰もが感染する可能性がありますので、自宅療養に備えて事前にできれば数日間の食料や、解熱剤、そして生活用品などを準備していただければ使います。また岡山など家族やご近所の方々で、支え合っていただけると助かります。冒頭でも説明を申し上げましたが、医療現場の負担が非常に大きくなっております。特に休日や夜間の外来は患者が集中をして診察に長時間の待ち時間が生じております。高齢者や基礎疾患のある方、それから必要な人が医療を受けられない状況などがあり、ご自分の症状を踏まえて緊急性が低いと思われる方についてはできるだけ平日の日中に近所の診療所に受診をいただくとか、医療関係の方への負担を軽減していただけると助かります。感染防止、重症化予防の切り札としては、やはりワクチン接種だと考えております。しかしながら、感染率が高い若い世代については、依然接種率が低い状況になっておりますので、現在のところワクチン接種は9月30日までであります。9月になりますと、個別医療機関、協力医療機関での接種ができなくなりますので、できるだけ早い予約と接種をお願いしたいと思っています。この厳しい状況を乗り越えるためには、とにかく皆さん方一人一人のご理解とご協力が不可欠ですので、皆さんで力を合わせて乗り切っていきたいと思っておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。続きまして、水の祭典、久留米祭り、そして筑後川花火大会について説明をいたします。先ほど申し上げましたように、新型コロナの感染者数が心配される状況でありますが、久留米最大の祭り、水の祭典久留米祭りと筑後川は、今日が8月2日ですから、明日から 3、4、5、3日間が開催をされます。3日の日は14時から20時30分までシティプラザの六角堂広場で前夜祭、今日ですけどね、ダンスフェスティバルや大抽選会などを行います。明日の4日は、午後1時にオープニングセレモニーが行われ、1時40分から、21時10分まで明治通りの広場を中心とし、パレードや総踊りのは行うようにしております。基本的な感染予防対策の徹底をはじめ、参加者の体調管理や参加者の十分な距離などを確保しながら開催をしていきたいと思っています。また明後日の花火大会の8月5日については、仕掛け花火は行わないで、通常の時間よりも時間が今回は30分間19時50分から8時20分を予定していますが、1万7、8000発を8000発とし、規模縮小して花火大会を行っていただくようにしております。水の祭典や久留米祭りの現在の参加状況ですが、パワーストリートや太鼓共演会は日頃の活動の発表の場を求めて例年の1割から2割程度になっています。それから一方でソロ版踊りが多くの企業や医療関係社会福祉法人などが事業継続に配慮して参加を取りやめ、もしくは相談があった時にはご遠慮をいただきながら、例年の3割程度で行っていきたい。ただ参加はされないけど見学にはお越しいただける方があるというふうに考えております。
新型コロナと社会経済活動に向けて、前回の記者会見でも申し上げましたが、イベントでどういうふうにしたらやれるのか、どこまでやれるのかということで、皆さん方にご相談を申し上げ、実行委員会並びに花火祭りの実行委員会の皆さん方にも心から感謝を申し上げたいと思います。若干の数字ですが、パワーストリートの場合が令和元年が113団体、今回は88団体、約 78%、 太鼓協議会が令和元年が20、それが今回は18団体、それからソロ版踊りのソウルですね、89団体が29ですから、これは 32% ぐらいね。で、合計で222団体が135団体になります。それから水の祭典では、先ほど申し上げましたように、基本的な手指の消毒の徹底のほか、演技中以外のマスクの着用、パレードやソロバン総踊りでの参加者間の十分な距離を確保していただきながら、できるだけ大声の禁止、それから観客との接触禁止などをお願いしたいと思っています。また出場者は1週間前から体調管理の記録や発熱や風邪等の症状がある人は参加を控えていただくようにお願いをしたいと思っています。花火大会ですが、手指消毒の徹底や飲料等以外のマスクの着用、直行直勤をお願いしています。また会場に来られない方も花火を楽しんでもらえるよう、花火大会の様子を YouTube で生配信をしたいと考えております。続きまして、流域治水推進プロジェクトについて説明を申し上げたいと思います。まず7月18日から19日までの大雨の被害状況を説明しますが、総雨量が2日間で 192.5 ミリ、1時間あたりの最大雨量が63ミリでした。また人的被害、住家被害もありませんでした。ただ道路の冠水被害や農産物の被害が若干生じてはおりますので、ご報告いたしたいと思います。続いて田んぼダムの状況でも説明を申し上げますが、田んぼダムは水田をもともと持っていのある方々の水をためる機能を有効的に活用して、水田に降った雨を一時的にためるということで、洪水被害の軽減をする取り組みであります。具体的には水田の排水口に田んぼダム用の石板を設置することで、水田にたまった雨を水路や河川にゆっくりと時間をかけて排水することができ、下流域の洪水被害の軽減が期待できるものであります。田んぼダムは水の流れや地形を踏まえたエリアの特定が重要ですが、昨年度から流域治水に関する部局で構成する田んぼダム検討会議で、効果が期待できるエリアを検討しながら、地域の農業者組織にご理解とご協力をお願いしてきました。そのような取り組みの結果、現在門の上、三隅、柳瀬、吉木東、山本、5つの地区の 41.2 ヘクタールの水田で田んぼダムを実施していただいております。7月19日の大雨の際も、下流域で特段の浸水被害はありませんでしたが、この田んぼダムの取り組みにご理解とご協力をいただいています農業者の方々に、この場をお借りし、お礼を申し上げたいと思います。今後も田んぼダム実施エリアの拡充や、上流域自治体との連携なども推進していきたいと考えています。続きまして、枝水上流排水機場の稼働につきまして、これは以前、設計施工の時にもお話をさせていただきましたが、おかげさまで、無事完成をし、枝水上流排水機場は、下湯川流域の浸水被害対策として、令和3年度末に国において、新たなポンプを4台増設をしていただきます。これにより、枝水排水機場の排水能力が毎秒15トンから26トンに増強しています。
このため7月18日、19日の大雨時に初めて稼働をしておりますので、現状を報告をいたしたいと思います。そしてまた、皆さんともご存知だと思いますが、昭和28年に筑後川が決壊した時の雨量が48時間で約540ぐらいでしょう。今、令和3年が48時間で840ミリですから、約 1.5 倍になっていますが、現在、筑後川の決壊のない床上床下浸水、または今回は若干等の被害に抑えていられるということですから、十分浸水、治水対策の効果が現れているものだと考えております。そしてまた今年も数箇所、貯留地を作っておりますので、このまま水害がなければ来年度には新たな貯留地が出来上がりますから、なお一層、対策には万全にせんと思っております。19日の明け方の筑後川や下池川の水位上昇に伴って6時40分頃から既存のポンプを稼働しましたが、8時50分頃から新たに整備したポンプを追加で稼働しております。その効果もあって徐々に水位が下がり始めて約80センチ水位が低下しました。ぜひ、稼働前と稼働後の下池川の状況が、こちらの出しておりますが、かなりの効果が現れております。このようにこれまでの浸水対策の取り組みの効果が少しずつ各地で 見られてきております。今後とも国や県とあらゆる流域の関係者との連携に取り組みを進めていきたいと考えております。次にジュニアトップアスリートの支援についてご説明を申し上げたいと思います。ちょうど1年前に東京オリンピックで久留米出身の曽根明選手の金メダル獲得が久留米市民の方々に大変喜んでいただいて、または大変沸きました。曽根選手も平成29年度から令和元年度の3年にわたりトップアスリートの認定者でありました。今年度のトップアスリートの認定者が決定し、今月の9日2時半から本庁舎の久留米ホールで認定式を執り行いたいと思います。まず中学校2年生から満19歳となるジュニアアスリートを対象としたトップアスリートです。今年度は全日本柔道連盟の強化指定選手や JOC ジュニアオリンピックで活躍したジュニアアスリートを7名認定しています。競技に専念できる、環境整備を図るためのこれは支援です。競技が柔道、陸上、自転車、バドミントン、スピードスケートで様々な競技でジュニアアスリートが活躍ができることをしていただけると思っております。また今年度より小学校5年から中学校1年までを対象としたネクストトップアスリートを創設をいたしております。今年度はアーチェリーとバドミントンでジュニアナショナルチームへ参加するなどの活躍をした2名を認定します。今後のさらなる活躍を期待し、育成するための支援を行っていきたいと思います。その選手の後に続くように未来の金メダルをこの久留米から、ぜひ育てていきたい、または輩出をしていきたいと考えております。私からの説明は以上でございます。